てつてつ、こてつ、てつてつ、こてつ、てつ,て,て,つ,て,つてつ、こてつの、こてつワールド。本日は。カナダにお住まいの。足立ゆかりさんに、お話を伺います。こんにちは。こんにちは。ご無沙汰しております。ほんまですね。はい、あの。カナダにいらっしゃる時にはね。<っ>ネットを通じまして、お話を伺って。 っておったわけですが、はい、なんかいろいろとあっちゃこっちゃ転居されへ。そうなんです。なんかパソコンの調子がなんか悪くなったんですかね。はい、あの私のミスです。<laughs> <laughs> <laughs> 情報が全部消えてしまいで。小鉄さんを探すことができなくなってしまいました。はいはい、いえいえ、はい。ええー、まあ、そんなこんなと言って、あっという間にもう二年。三年です。三年ですね、コロナも。はい、まあ、その間いろいろ。 ね、コロナの当初にかかってはったという話は聞いてますけどね、はい、まあ日本へ帰ってきたらまた今流行ってるじゃないですかそうです、ね、ちょっと変異してますからねそうですね結局はあれから3年経って3年間このコロナのせいで帰ってこれなかったんですよね、ここに。うん ようやく少しマシかなっていう日本もなんか鎖国状態からちょっと空いた時に <laughs>、はい、よし今しかないっていうので、はい、久しぶりにというか久しぶりに帰ってくるとちょっと浦島太郎状態ではなかったですかっていうかですね、うん、もう全然あのテレビ自体を見てないので、はい、浦島太郎というかもう、まあ、丹波自体は、うん。 ほとんど変わってないんですけども。ん景色はね、景色は変わらないし、人も変わってないんですけれども。はい、やっぱり、あの、私の両親を含め、皆さん。うん、お年を取られているなというのは感じますね。それは、まあ、ね、毎年、これだけは同じように取りますからね。そうですね。まあ、自分も年取ってるんですけどね、結局。は <laughs> まあ、そうですけどね。はい。まあ、そんな困難と言ってる間に、まあ、あっという間にね、時間は過ぎまして、久々に。 来られたんですけども、はい、えと今年というかは、えー、お子さんはどちらと一緒にそうですね、うん、上のお兄ちゃんがもうあっという間に3年経ってしまいましたので、はい、高校を卒業してしまいました。 あいやー前、れそれこそ聞いたときは中学校3年生か高校1年生かぐらいだったんですけども。高,高,高校へ行ってそうそううサッカーやったとか行ってたんじゃんはい、はい、貝原高校にも行かせていただいたり西高にも行かせていただいたりして自転車で貝原高校まで行ったんですけど、うんうん、はい、はいはい、彼が卒業してしまい,いました、ね。はいはこれで 何してんの今上のお兄ちゃん今はドイツに行ってしまいまして何ドイツやいう感じだけどカナダの高校へ行ってはる時は、はい、えフランス語の高校行ってはったから、はい、そうですずっとフランス語でドイツ語はその勉強してませんえ 勉強し,してなくてってかもいきかいきなりというか一応1年間高校3年生の時に、うん、そのインターネットというかまあ、はい、なんていうんですかねあのコースを自分で勉強するために、はい、そのインターネットに接続してその、はい、ドイツ語の えー、グレード12っていうので、まあ、高校生レベルというほどではないんですけれどもその単位を取らなきゃいけないのでそれの単位を自分で勉強しながら少し取ってはいたんですけれども、はい、それは何高校の授業の一環として授業とは別ですねではい別で自分で取って、えー、であの1人で勉強してました。なんて っ勉強熱心なお子様なんですか。い,い,い,いえいえ日本人の子供さんから比べたら全然勉強してませんよ。あそうなん。はい。い <laughs> 日本人はもっとしてますからね。あ言われてみれば塾行ったりない。ずっとしてるな。そうですよ。だって塾がないですもんカナダには。ええー。塾なんて行かないですもん。そうなん。だって高校受験とかその中学受験とかってすべて受験がないですから。あそうなん。はい。 なんかこのアジア圏だけですか韓国とか中国とかなんかもう韓国なんかすごい受験結局あれじゃないですか、うん、日本がそういうシステムを作り上げたんじゃないんですか<ら>でそれをそれを輸入されてるのかそれを韓国とか、うん、はい 中国とかが真似をしてるんじゃないんですか。うん、それでさらにさらに今日本よりも激しくなって、うん、で競争も激しくなってで、すごいじゃないですか。ね、親を見ててもそんな感じしますけど、うんうん、いやーそれをしね、カナダの子供に受験はないです。あ、こんな塾言ったらなんですかっていうことやね。はい。へえ、まあ自分でその趣味みたいなもんで習いに行く子はあるやろうけども、はい。その授業 とプラスアルファみたいなことはしてないわけですね。ないですね、基本ないです。うん、そういう考え方も。で、まあそのお兄ちゃんの話だけど、はい、お兄ちゃんなんでまたドイツ、あのー、なんか好きなとこあったんですかね。えー、彼はまあドイツが好きで、その、はい、飛行機が好きで、うん、であと。 自動車も好きで,、はい、であの主人と一緒に以前、うん、あのヨーロッパに旅行に行った時に、はいえー、やっぱりあのドイツといえばドイツ車ですね BMW とかうー、はい、そういうあのミュージアム博物館があるところに行ったりとかして、はい、やっぱりそれが好きなのと、うん、あとまあ第二次世界大戦にいろんなあのゼロ戦をはじめ飛行機の。 うん、ことをすべてあの彼は記憶してるんで、そういう飛行機がもう大好きで、はい、でなんでそのゼロ戦がああいう風うになったのかとか、そのドイツのその飛行機がどうだったのかっていうことを、うん、まあ彼は全部分析しておりますね。<laughs> だからな,なんで負けてしまったんだろうっていうそのこともなんか<笑><笑><笑>言ってました。で本人は僕は飛行機を作りたいっていう風に。<laughs> <laughs> でドイツに行ってドイツで飛行機の勉強をしたいと、うん、でまたやっぱりドイツがなぜか好きらしいんです<ー>でたまたま見つけたその行くところがジュッセルドルフっていうところで今いるんですけども、はいえー、私全く知らなかったんですが、うん、日本人の、はいえー、日本以外の国ですね日本以外にその日本人が住んでる全世界の中の人口密度が世界一高いところなんです、はい ブラジルとかすごいたくさん日系の方いらっしゃるんですけど、うん、そのジュッセルドルフっていうのは日本の会社が350社ぐらいあって、えー、その日本 日本人人のの駐在の人ですよね結局そこに住んでる原住民として日本人がずっと代々あるのではなくってまるまるの日本人がそこに仕事で行ってるっていう人たちがたくさんいらっしゃって、はい、でそこに日本人がいていうのも,もう普通やったらチャイナタウンとかね、うん、あのクリアンタウンとかあるんですけど、はい、そこにはえっとリトル東京みたいなのがあるらしいですよ。 リトルジャパンかリトル東京か分かんないんですけど名前ちょっとっ今不確かなんですが記憶が。そこにいるので彼はラッキーなことにカナダの私たちが今住んでるような小さな町よりもたくさん日本人がいてたくさん日本食があって。 たくさんその日本に関わることもありので、うん、あなたは何しに勉強に行くのかってそのドイツ語を勉強しに行くはずなんですけど、うん、日本人と知り合うチャンスもかかなり多くあるると思うんですよ<ー>だから日本語喋チャンスも多分うん、うん、カナダにいるよりも多いと思います。はい そういうこっちゃね、はい、まあ、カナダにいれば、お母ちゃんと話すことはありますけど。お母さん以外の、日本人と、喋ることってないですよね。あんまりないですね。それこそ、日本語の勉強しに行った時、ぐらい。でも、そんな街に、そんなに日本人の密度が高い、ドイツのデュッセルドルフ。はい、初めて聞きましたね。はい。そこにいます。今。へえ、これまた。<laughs> またたこれネットでつないででいい話聞きたいですねそうですね今何してるかっていうのは、うん、多分つなげれると思いますので<ー>あの8歳の子供の面倒を見ながら住み込みで、はい、働いているというよりはまあ自分の経験っ、ねうん、それあの 私のイメージから言うと、あの小森ベビーーシッターそうですね、それに近いもんですね、オーペアっていう、全世界にあるシステムの中の一つで、自分で見つけて、ネットで,、うん、で、自分でコンタクト取って、はいで、自分でそこの、まあ、言ったらホ,、はい、ホストファミリーですよね。ええ、その方々と連絡取って、はいで 雇いますといいうことで,でいついつから来てくださいっていうふうに言われて夏休み中に行ってるんで今現在夏,夏休みで9月からスタートなんですけど、うんはい、その子の面倒を見てご両親はずっともう,もう日本人のようにずっと働いてらっしゃるんです、うん、夜8時ぐらいまで働いてらっしゃって<ら>子どもの面倒を見ないので<ー>その代わりに子どもの面倒を見てくれと。はい、という。 まあ、誰か頼む相手、出してはったわけよね。っていうかもうずっとそういう、うん、えっと、その子が小さい頃から、いろんな、あの人たちに。一年ごとに、あの、面倒を見てもらってるようです。だから、うちの子供の前は、どこだったかな。イタリア人かオーストリア人か、どっちかだったと思うんですけど、その方が二十五歳ぐらいの人が。一年間そこに住み込んで、その子供の面倒を見てたらしいんです。でその前はオーストラリア人だった,みたい。 はい。やっぱいろいろ、要するにそのあのホーストファミリーの方が英語を話す人を雇いたいみたいですね。はい、結局反対に言うと子供に英語に馴染んでもらいたかったから家庭教師みたいなもんか。はい、家庭まあ、家庭教師というか生活しながらなんですけど、ううね、あのお父さんお母さんがイタリア人なんですよ。はい、ただイタリア人なんですけどフランスの教育を受けているので、うんはい、彼女はイタリア語と フランス語語語とと英ドイツがでできるんすねお父さんはベルギー人なんですよ。でベルギーで生まれ育っていらっしゃるのでベルギーの現地の言葉とそれからベルギー人はほとんどフランス語がしゃべれるのであと英語とドイツ語ですねだから最低でも4カ国語を話する人たちなんですよ。で息子その子供さんはインターナショナルスクールに入れてるようなのでほぼ英語で生活してるんですね。はい はい、なので周りはドイツ語なんですけども多分話しってるのは英語だと思うんです<ー>ただその家族でじゃあの何語でしゃべってるのかと私にはちょっと今わからないんですけども <laughs> フランス語でしゃべるか英語でしゃべるか、うん、でも自分が学びに行ってるやっぱりドイツ語でも話さないと勉強にならないですよね。うん、そうですよね、はい、普段から喋らないと うん、忘れちゃうよりも覚えられないですね復讐がやっぱり大事じゃんそうですね、うん、はいなんかそんな環境の中で、えー、すご兄ちゃんは行ってしまいましたご家庭に雇われたってことまあ探していったんやろうからね自分でうん,うんまあでもヨーロッパっていうのも小さな国の塊なんで、うん、EU っていうあねつながってますけど、うんはい、なんかその,その国境境境境の国でいっぱいいろんな国と接してるところって、えーはい やっぱり最低4か国語は皆さんお話になるようです、うん、はあ、うん、まあその読み書きそろばんじゃないけども、はい、まあそれが生活の一つなんでしょうねそうですね,ね生活の中の一つに入ってしまってるので別にそれが当たり前のようになってるから特別な感じではなさそうです。あちょっとと日本にいると ねえ丹波弁当、ね、大阪弁当 <laughs> 東京弁当じゃないくて <laughs> まあちょっとそんな理由で言うレベルと、まあ、また違うかもしれんけどいや、はい、でもまた息子も面白いこといろんなことしますねそうですねまあ,あのいろんな経験をすることによって人生も広がっていけば、うんうん、そうですねまあこのお母ちゃんがね変わってますからいやいやなことやいやからいはい ことだと思いますね。ありがとうございます。それはまあねご家族も多分進めてはったんですか？いや別に何も進めてないんですよ。本人が自分で探してきて行くでっていうので、あそう本奈行くかっていうので、大丈夫なんかって聞いたらうんって言いながら、ただまあ今まであ今まで行ってた私たちオ田ワからブリティッシュコロンビアっていう州にこのコロナのせせいでというかまあコロナのおかげで また元いたところに戻ってきたんですけども、はい、そこの行った学校、まあ、彼が2年間行った学校の中でも、うん、その先生方がヨーロッパから来られてる先生方が多くてですねもちろんフランスから来られてる先生もいらっしゃったんですけども、うん、お一人えー、っと。 アルジェリアっていう国があるんですけども、はい、アルジェリア自体はもともとフランス語系なんですね。うん、でそこでで,でもその方はご両親ごとドイツに移民をされて、はい、その先生はドイツで育たれてるんですよ小学校時代から。うんはい、なので大学も仕事もドイツでされてて、はい、で何をきっかけかカナダに移民してこられて、うんはい、でそこであの本当はエンジニアの仕事をされてたんですけども。 学校の先生になりたいということで大学行き直して、はい。 で,でしかもオンタリオの方で大学に行かれてその教師の資格教員資格を取って、うん、赴任した先がたまたまそのブ,ルブリティッシュコロンビアのカローナっていう町のたまたまそのフランス語の学校<ー>フ,ランフレンチでやってる学校で、えー、で,そこで数学と物理を教えてらっしゃるんです<ー>ですうちの息子はまあ数学と物理大好きなんで、うん、その先生ともとても仲良くなっていろんな情報も<ー>そのドイツの情報も教えていただきで。えー なので、まあ、あの英語ではメントアーって言うんですけどもそういう、うんまあ、リードを取ってくださる先生のもとで、はい、少しは、まあ、情報があった完全に、まあ、う先生ももうドイツから離れられて時間が経っているので詳しいことはその先生がいらっしゃったのはジュッセルドルフじゃないので、うん、でも全般的なドイツの状況っていうのか情報っていうのは,はい、はい、本人もなんとなく、うん、あの情報でもらってたんです。はい、えーはい、いろいろと 繋がりますねそうですねそういうつながりもありのでまあでもすごいね、うん、いやーこれまたね今日は新しいニュースをたくさん、はい、聞かせていただいてまだまだね聞き足りないんですがここでですね、はい、足立ゆかりさんの方からですね、はい、リクエスト曲をお聞きしておりますので、はい、ご紹介していただいてよろしいですか、はいえー。それでは最近私が大好きなんですけれどもずっと昔の曲なんですが。 x ジャパンの y o s さんのピアノバージョンでの「えー、フォーエバーラブお願いいたします。はい、はいえー、本日はカナダから青垣へですね里帰りされております足立ゆかりさんにお話を伺っておおります、はいえー、お兄ちゃんの方はね高校卒業してドイツへ行ったという話をね前半聞きましたが。はい 2人目のお子ちゃまは今は今どの愛してるんですか、えー、二人目が中学校3年生、まあ、日本でだと中学校3年生なんですねカナダの方であれば、えー、9月からは10年生になるので今度は高校1年生になるんですけども、はい、日本でだと引き続き中学3年生3月までですよねうんで15歳です、まはい、満15歳ですね、うん、で彼はこの間まであの、はい、こちらの方に私と一緒に帰ってきておりまして。はい でいつものごとく青垣中学校にお邪魔してそれまで3年前まだ小学生だったもので青垣小学校だったんですけれども今年も最後の中学生活ということで。 同級生も同じように3年生になってて夏だけ来る。夏だけ来るテオくんみたいなんで <laughs> もう全員にあの <laughs> ウェルカムで歓迎していただいてほとんど知り合いという状態で楽しく過ごさせていただきました。はい、でも今は ちょうどね8月の3日に一、うんはい、人で帰っていきましたあら今回初めて一人で飛行機に乗って、えー、私が今までずっと連れて帰って、うん、また向こうに一緒には戻ってたんですけれども、はい、今回初めて一人で飛行機で帰っていきました、うん、まあ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 そういうことで大きくなりましたね大きくなりましたねでこの前出会ったのはそれこそあのコロナの前やから3年前やからはい 中学え小学小学校六年生です。六年生の時にでやってるから。もう身長170超えましたので、いや体もでかくなりました。いやそら大きなってるわな。はい。へえー、まあまあ一番中学校の時で背伸びる時やからね。よく食べます。うん、だから中学校の給食も、はい、お願いやから二人分でとどめといてよって言ったんですけど、三、うん、人分ぐらい食べてたみたいです。あらーそんなことしたら他のひ 人の僕はなくなるなそうな。余ってたら、いただくことで、人の分までは取るなよって言ったんですけど。はいうん、一応なんか余ってたもので、人が食べないものを、自分がいただいたというふうには言っておりました。はい。あねはい、まあ、あの、給食ってのは、これ、これ日本だけですか。はい、そうですあ、まう。あの、カナダはずっと、私が、ずっとつ、ええ、作り続けてます。まあ、弁当。弁当。 うん、幼稚園から。えー、まあ言ったら保育,園、まあまあ、保育園って言っても向こうだとデイケアって言うので私はデイケアに子供入れなかったので4歳の時からあの言ったらまあプリスクールっていうかあのフ,ランスの学フランス系なので、はい、あのマタニエルっていうんですけど、うん、あのその4歳から行く,行くんです、はい、まあ学校というか、まあ、勉強はしないんですけど。うんうん 行くことになって一日で、えー、それはやっぱりあの給食っていうのは同じまあメニューが出てくるから、うん、やっぱりいろんな人がいてるから宗教的なもんとかいろんなこともあるんですかねかそれもあるあるんですけどでもあのホットランチっていうのもあったりして、うん、あのお金さえ出せば、はい、あのお母様方が昼の間に何かとかもしくはそういうケータリングサービスのような感じで、うんはい、あのは,は そのプロバイドされるか配給されるというか、はい、そういうのもあるのはあるんですけどもやっぱりあのいろんな例えばピッツァデーみたいなのでピッツァがあったとしても、はい、そこにトマトソースとチーズだけ、うんはい、上にはそのやっぱりヴィーガンの人とかになると肉系のものは一切ないしで野菜のせるでもいろいろなものがあるので、うん、結局何もないんですよ。こんな 美味しくないいやんっていうので私はだから自分の子供にどうしてもピッツァ頼んでくれって言われるんですけどいやお金出すだけ無駄やからそれなら私が作ると言って前の日に作っといてでまあ言ったら前の日の残り物にはなるんですけどそれを持たせてみんなと同じようにじゃピッツァ食べとけと。 多少冷たいんですけど、うん、もしくは温められたら温めてもらいなっていうので、うん、まああの電子レンジンがあればなんですけどはい、はい、まあそれで文句は言わなかったですね。でそれ以外はもうやっぱりそれぞれのいろんな宗教とかいろんな国の人たちの食べ物で違うので、うん、みんなが自分で持ってきて、うん、親が作ったのを持ってきてそれを食べてますね。そ,ううねそらたそら言われてみればそうですね。日本でこそこんな給食、はい、全員同じもん出しても、うん ね難しいんですよだからその味が違うのでそれぞれ食べてるものがまあ,あの日本でもやっぱりアレルギーの子があるからねそのやっぱりこれは食べたらいかんとかいうのでありますけどそれ以上に食べ物は違うやろうかなですね日本は恵まれてますよねこんなになんていうのかなおいしいうん、うん 給食でもだからうちの子供が人の倍以上食べてしまうんですよ嫌いなメニューもあるんですけどね茄子とかオクラとかちょっと苦手なのでそれが出た時は食べないって言ってましたけどもそれ以外はもう大喜びで全部食べてましたまあまあいいこだね。ゃね食いっぷりがいいからもうそれが楽しみでそれが日本に来る一つの楽しみ給食なんですよはははいいい それとやっぱりあとお風呂ですねあでお風呂の大きいのが日本のお風呂に入りたいっていうのが一つの楽しみと、うん、あと日本の牛乳がおいしいっていうのでカナダでは全く牛乳飲まないくせに<ー>うこっち帰ってきたら何本牛乳飲むねんっていうぐらい水代わりに牛乳飲んでましたから。はい、えな一緒ちゃうの違ううのの違んんでですあそ殺菌の仕方とかなんかな 違うから。じゃなくて、<が>多分ね、うん、あの牛が飲んでる、あ食べてる餌の違いやと思います。うんうん、私の主人曰く。あ,あ、そう。はい、卵でもやっぱりその鳥が食べてる餌によって、うん、卵の黄身の色が違うんですよ、うんうん。ああ、それは聞いたことあります、ね。はい、だから、うちらはもう薄い、薄い、うん。うん 黄色の色なんですけどこっち帰ってきたらなんか「うん、え!」っていうぐらい色が濃いからオレ,、ね、オレンジやから「うん、もうこれ黄色って言わないよね」ってほぼ赤に近いよねぐらいの卵の色じゃないですか、うん、だから牛乳もこっちの方が濃いんですよカナダの牛乳の方が薄いんです味。 なんか向こそのくせそのくせ、えー、っとスキムミルクと1%と2%と 2> <laughs>、うんはい、ホモジャナイズっての普通の、まあ、日本でいう牛乳っていうのが3.2%なんです、うん、濃くて3.25ぐらいでこっちに帰ってきたら3.5とかよ下手したら北海道の4%とかあるじゃないですか、うん、だから濃いんです日本の牛乳の方が。 いやーしってことは他にもタイオン全然違うってことだよねそうですねもう私らは慣れてしまってるんで違うって言われても何が違うかなって考えないといけないんですけど<ー>多分日本から即行かれたらええーうん、まずいっていう気,気持ちになると思いますおい <laughs> しくないって。はい、へえんか反対にちょっとイメージ的にはなんかねいっぱい牧場があって。 うん、ごっツいステーキ食いながらはい、はい、あの肉は美味しいです濃い牛乳飲んでるような気がするんだけど肉はやっぱりあの、うん、この神戸牛とかこう日本の脂身のあるのではなくて脂身のない、はいうん 肉ですね、あ,<ー>あの牛だとね、えー、まあ、あの豚もそうです。うん、で鳥は、そのいつもか、思うんですけど、胸、はい、肉が一番高いんですよ、カナダはね。えー、で、日本は胸肉が一番安いじゃないですか。そうなんかいね。うん、はい、だからもう、それでいつもなんか、頭の中がこんがら、こんがらがって。安いとか思ってしまうんですけど、えー、向こうは一番脂身が少ないから。えー、日本だと、パサパサしてるっていうイメージで、うん、向こうは脂身がないから高いんです。 もも肉の方が安いんですはあいやねい。おもろい話やね肉はやっぱりアルバータがあるからアルバータ牛この神戸牛とか一緒でアルバータの州の AAA ランクみたいなのがこう書いてあるんです A のランクがねそれだと美味しいですやっぱりところで今回あっという間にお時間が来てしまいそうですがその下の清田は 高校今度入るわけね。そうですね。九月から高校生になります。おめでとうございます。ありがとうございます。それはあのラグとかはないんですね。<laughs> ないんです。あの結局ね<あ>そこの学校は幼稚園から十二年生までずっと一緒なんで、はい、その卒業式もないですし高校まで。へー。はい。だから始業式とかその卒業式とかその就業式とかっていうのはないんです。うん、あ、そう。はい。 けじめがないじゃないんですよね。本来、えー、その十、ね、二年間はずっと。まあ、同じところに居る子は、ずっと上がって。高校を卒業するときにあるってこと。そうですね。まあ、あの住んでる地域によっても、うん、その前もこの番組で言わせていただいたんですけど。はい 5年生で小学部が終わりで、うん、そこからミドルスクールでその後ハイスクールっていうところもあれば6年生で終わって7年生8年生、うん、ミドルで9年生からハイスクールのもあれば、うん、9年生までミドルスクールで10年生から今度高校っていう、はい、その住んでる地域によって全部システムがとか学校が違うので、はい、一概に。 その幼稚園から十二年生まで行かんだん、ね、とは言えないですね。いやあ、ちょっとね、日本にいてるとどうしてもこうね、六三三制がイメージにありますからね。はい。その辺の話なんか聞いてももう一つピンとこな,ないと思います。<laughs> まずは言ってください。はい、<laughs> そうですね。はい。まああの体験するのが何にもよりだと思いますので。そうですね。はい。今日は、えー、カナダからね、青垣の方へ帰っておられました羽立ちゆかりさんにお話を伺いました。 ええ、また引き続きお願いいたします。ありがとうございました。失礼いたします。